はい、おはようございます。マーリーのアトリエリメイク続きやっていきましょう。前回ですね、悲しき夢を見ましたということで、今回ですね、気持ち新たに、やっていこうね。6月29、飲み道終わった5、ちょっと失敗すんな。何をさせるの？38個、今日はいまいち。どうしようかな。アカデミーによります。あ、また新たな知識を習得できそうだ。おまじない100回を読んだ。女がよく来そうなおまじないの方が載っていた。いつもの雫、星の砂、星のかけら、星のかけらよ。はい、何でしょうか。お前賃金ゼロなんだもんな。安しいな、そこな。あら、いら、どうしようかな。売るものは特にないよ。どうしようかな。買うものも特にないよ。金がないからね。今度商店今月も。あー、変わってねえな。外出るか、外出るか。どこに行こうかな。つがあんまり成長してねえんだよな。妖精さんはほんとにヒッピー、ポン以外はないのか。ベルセンブルク城絶対無理。そうそういけるんじゃねって思ったけど、まだレベル20にも達してねえんだよな。レベル上げがしたいところだな。15、まあ、メディアの森が一番これらしいが、このメンツだもんな。そう思ったら戻ります。ちょっとまともな人間連れてこう。戦える人間にしよう。どこだ、フーゲル。ちょっとやっとってみるか。お嬢さん、言うこと70もある。なんで痛い目に会いたくない。え、ではクライス、お前はもう用済みだ。私もちょうど自分の研究を進めようと思っていたのです。忙しい身ですからね。あ、そう、勝手にとけ。じゃあこのメンツでどこに行こうかな。行くか。なんかミューズじゃなくてフラム作らせたらよくね。そうするか。何をさせるの、何をさせるの。いや、フラムだったらこいつに作らせる。あー、フラムはダメだこんなにいるんだ。あー、交代させようかな。ちょっとこのままでいっか。どこに行こうかな。ちょっとメディアの森で、レベルアップしよう。いや、20レベルでもよかったかな。さて、さあ探すぞ。貴様と戦う。槍か。スネークヒーラーはやる。さあ、お前の強さを見せてみよう。足を舐めるなよ。うん、大丈夫、このままじゃ叩きにでも上げるぞ。さあ、あ、こいつは盾なんだ。シルバーランス。そうか、盾か。横一列がいなかったっけな。よし、ナイスユー。おっさん、リューズはいらねえし、うん、あ、結構ここ妖精さんが取ってきてくれてるから、あんまり意味なかったりする？でもレベル上げたいよな。よし。一匹か。ならば、速攻でやる。使うんかい、それ。10年早い。使うのが10年早いわ。オートの悪いとこ見たわ。
なんか他の敵がいるわけじゃねえんだよな。あ、光ってる。あら、ヤドクラ、ヤドクラ、マップ、なんかここミスったら来るの、帰るわ。よし、レベルアップしろ、どんどん。妖精さん、高い。妖精さん、高い。あ、クラフト売れるよ。ようやく。これは行くしかねえな。行こう。はい。あれ？ああ。どうした？クーゲのおっちゃん。どうした？やけにしょげているようだ。実はさっき棚からカゴを出そうと思ったらひっくり返しちゃって、ニュースが何個も落っこちて頭の上で弾けてびっくりして転んだら、なんとウニまで落ちてて。ああ、それは大変災難だったな。笑い事か、それは。笑い事じゃないですよ。私にとっては大事故だったんだ。大事故、大事故。すまんすまん。だがお前の粗相さはいつものことだ。そう気にすることはねえぞ。まだ旅に1回しか行ってねえだろ、お前と。何もう分かった気になってんだよ。それ全然慰めになってない。クーゲさん、見てください。ついに俺、騎士の試験を受けられることになったんです。これもクーゲルさんのご指導のおかげです。本当にありがとうございます。何？私は大したことはしとらんさ。お前自身の努力が実っただけのこと。いや、俺一人じゃ絶対に無理でした。騎士の資格を得るのは簡単じゃありませんか。クーゲルさんに教わった槍の地続きはもちろん、騎士試験も頑張らなきゃ。そんなこと言う？そんなこと言いに来たの？騎士の試験に受かったら王室騎士になれるってこと？え、王室騎士？もう顔出んのか、お前。いやいや、そりゃ騎士の中の騎士、特別すぎる人たちだぞ。知らないのか。王室騎士っていうのは騎士の中では選び抜かれた21人しかなれないんだ。ナイトブランズ、違う、ロイヤルガードみたいな。インペリアルナイト。試験に合格したとしても21人に欠員が出なきゃ、王室騎士になれない。それぐらい、そのぐらい特別なんだ。それ辛くない？方針が育たねえ。もっともクーゲルさんくらいすごい人なら、王室騎士になったとしても、きっと活躍したと思うけどな。やめろ。なんか、闇深いんじゃないか、その話は。闇を、何を言う？わしはもう騎士を退役した身だ。これからはお前のような若者の時代だよ。しっかりやるといい。楽しみにしているぞ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。帰れ、走って帰れ。クーゲルさんってすごい人だったんですね。そうでもないさ。わしは戦うしかできん男だからな。お嬢さんのように人の役に立つものを作る方がよっぽどどうすごいかもしれんぞ。ほう。失敗も糧にして頑張るといい。ではだ。お前、騎士じゃねえのに、その夜生きてんの。怒られない。アカデミーでちょっと売ってみよう。あら、どうしようかな。ウニ漏れる。あ、ウーフ買うんだった。どうしようかな。売るぞ。クラフト9個。2484。めちゃめちゃ儲かるじゃねえか。いいな、クラフト金策。これ、参考にしよう。どうしようかな。どうしようかな。あ、まだ、もともと金めっちゃなかったな。ありがとう。もともと金ねえな。そもそも。どんどん知識を学んでいくぜ。メディアル森。メディアル森に自生する草花を使った彫刻が載っていた。しびれ薬、ズフタスヤギの水、ヤドクタケの粉、マヒコロリ。マヒコロリ？虫コロリ。虫が、粉いい、なんか、ゴキブリムエンダーみたいな。はい。8月15日は、夏祭り。よし、覚えとこう。おお、あんた今のところこれ。おなかちゃんこのブレード、よしよし、メガクラフター作れねえんだよ。クラフト24個いるクラフト24個いる、作ってもらってる。なるほど、なかなか辛いね。それはちょっとおっさんより、ちょっとそろそろ、私ごめん、また、じゃあお前でいいや。俺は役に、おっさんちょっとさよなら。
おっと、あぶねえ。最近見慣れない女騎士がこの辺をうろうろしているらしい。気をつけろよ。誰だ、こんなやつおったっけな。帰ろう。8月15日は夏祭りだから、あ、それには間に合いたいね。なんかもろもろ足んねえな。なんかこう調合を楽にするみたいなやつねえのかな。フラムはあるけど、あー、おー、レビュー高っ。メガフラム作ったら結構もういい感じになるんじゃねえの、話的には。フラムか、これやんなきゃいけねえんだもんな。なかなか10日かかるんだよ。これこそ作ってもらったらよくね。確かに妖精いるわ。まだ足りねえよな。さあ行くわよ。何かいるよ。一人一個みたいなとこあるよね。よし、やってる。ああいる。え、青、青か、青か。これは行かねえとわかんねえかな。青雇う。これでいい？また来るな。青を雇って。じゃあ妖精さんは結構あれなんだな。じゃあレベルアップしねえかなお前。何をさせるの？こいつも作ってもらおうか。どんどん作ってもらおう。じゃあよし、特に今何もないな。なんか作ろう。私も作っていきたいな一応。じゃあ湿布のやつをいい加減作るか。2個、3個、2個だ。できた。うん、できただけだ。水、これは睡眠を与える。そんなことあるかな。雨雲の石作るか。めちゃめちゃ時間かかるんだよな。めちゃめちゃ時間かかんな。これこそ作ってもらったらよくね。待てよ、今髪の毛がついたんか。作るかよ。どうしようかな。ちょっと出るか。仕事が欲しいなら飛翔艇に行けばいい。まあわしは酒の方が欲しいかな。お前あの居酒屋の飛翔艇のおじさんの息子かなんか。やべ、無駄に出てしまった。そんな、うん、な、あれ変わってる。何のご用事？古谷さん、今日は父は忙しいから私が代わりにやっているんです。娘こわもての親父の娘は可愛い説みたいな。こんなやってんの。これいいな。それでいいかしら。どうしようかな。売ります。あー、よかった。おい、ちょっといいじゃないか。お前はなんかコメントしろ。フレアにタルタル。この人はタルじゃねえ。今日不在か。どこ行ったんだろうな。無駄に来た。あんまり使わねえな。他になんか行ってるとこあるわけじゃねえんだな。俺は今レベル14か。まだ無理だな。シアじゃんけ、ガチガチで行くしかねえんだよな、最終的に。武器屋行ってもな、大したことないんだろうな。どうしようかな。高級畑ぐらいだもんな。
あ、これやっぱヤギなんだ。どうすかね、こいつ装備整えてあげてもいいな。買うか。いいだろう。うん、変わってる。古いやつは？どうしようかな。これでいい？よし。15日に戻ってこなきゃいけないから、今回はちょっと遠出しようかな。ここは強そうだし。また金色でも取りに行くか。腕が鳴るぜ。あら？6日ってことは？帰るに7日かかるから。何かいるよ。何かいるよ。金色。私はピンピリを金ピリだ。私を見事倒せば、何時に財宝を与えよう。おい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 、望んでないよ。急に、イベントかよ。本陣プリンプリを倒す。時間内に倒したプリンプリの数を置いて銀貨を手にする。ちょっと待っ。落ちてプリンプリをハンマーで倒しましょう。近くでハンマーを折り、プリンプリに当てると倒せます。なんだこれ。別ゲーじゃねえか。いいな、これ。普通に出してほしいわ。ぷよぷよみたいな。おっプリプリは爆弾には、爆弾は同じ場所に落ちると積み上がります。爆弾は時間が経つか、叩くと爆発します。ああ、落下中のプリプリは爆弾に当たるか、爆弾爆発がまだダメージになります。ああ。どうしようと。爆弾当たるなってこと？おっそ。え、そんな時間かかんの？ほい。こいつは2発か。なんか硬いやつはどうしたらいいんだ。それどうなんの。あ、なるほど。一応自分が当たんなければこのもんってことね。これ無視しとけばいいんじゃね。貯めとこいた方がいくね。ほら、こいつだけはやられんの。めっちゃ溜まってんだけど、これな、どんだけやればいいんで、いいんですか。ほっとけばよくね。ほら、爆弾をほっとくのが1だ。1だね。爆弾来たらほっておく。あらあ、そっか、ぶつかるとダメなんだ。あ、リセットされた。あ、そういうこと。なるほど、今更学んだわ。もうほっとく。いや、あ、どこにやってやめ。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 急すぎない？ふっ、ふい。あれだ。おい、スタミナじゃねえ。すげえ。な、爆弾落ちこい、こういう時に。何やってんだ、仕事しろ。間に合うか。間に合うか、これ。ほんとに間に合う。あ、間に合いそう。よーし。勝って。計画通り。これめっちゃもらえるんじゃない？やったぜ。もっとくれ。おめえが金。よーし、1890枚。なんであいつ金持ってんだ。デフレ起きるぞ。いろいろ探すわよ。いや、俺は、どっちか鮭を探しに来たんだよな、鮭を。どっちかってちげえんだよな。拾います。これでよしと。ボスでいいな。ちょっとボスに挑んでみるっていうのも手だな。どうだろう、挑めるかな、勝てるか。特に何も持ってきてねえもんな。いや、びっくりするほど持ってきてない。マグピーなんだ。やべえ、ちゃんと装備してくれよかった。タグちゃんと装備しねえとどうすんねん。そうか、この辺かな。
確かにボスをやることによってレベルを爆上げさせるっていう手もあるよな。おや、なんだろうこれ。魚、さっきもあそこだっけか、とりあえず。ほい。これは？さあ。ほい。何してんねん。あ、違った、こっちです。これは？で、一回一日経ったしたらって思ったけどダメか。はい。最終名人。なぜ？ねえだ。いや、帰るか。じゃあ帰るか。工房に戻ろうかな。あ、やべ、8月10日超えてる。これはまずいぞ。やば。あらら、夏暑い超えちゃった。しまった。しまった。来年にかけよう。今回ちょっとイベントがあったから。はい、大丈夫ですよ。どうしたの、シア。なんだか甘くていい匂い。森で採れた果物いただいたからケーキを抱いてみた。マリー好きだったでしょ。うわ、懐かしい。これ、この頃に近所のおばあちゃんがよく焼いてくれたケーキでしょ。座って座って、今お茶を入れるか。そっか、やべ、15日すっかり忘れてたわ。何やってんだ。うん、美味しい。子供の頃に食べたケーキと同じか、それより美味しいくらい。喜んでもらってよかった。マリーがこのお店でいろんなものを作っているのを見て、私も何か作りたいのなと思ったのよ。私何も作ってません。だって楽しそうなんだもの。いろんなものを作って、それを買いに来たみんなが喜んでくれ、誰も買いに来てくれてません。失敗もいっぱいあるんだけどね。でも楽しいって言えば楽しいかな。あ、そうだ、これなら、それならシアもこういうお菓子使って売ってみたの。ほう。そんなの無理よ。恥ずかしいし、私の作ったお菓子なんて。お、そんなこと言うな。それを人に食べさせそうなんやぞ。ダメ？こんなに美味しいんだもん。絶対みんな大喜びするよ。でも私、そんなことしたことないし。私もこの工房を始めるまでお店なんて開いたことなかったけど、意外となんとかなっちゃうもんなんだよ。それはお前の天性の素質では。広場の露店で借りられるらしいから、そういうところで売ってみたらきっと楽しいよ。でも私一人じゃ。マリーも一緒にやってくれる？いいでしょう。もちろん手伝いよ。特に味見の手伝いなら任せておいて。え、マリーったら。そうね、マリーがいるなら頑張ってみようかな。いいね、アフタヌーンティータイム。しかし、俺は今、調子に乗りすぎたせいで、夏祭りを忘れてました。はい、すいません。それか？元に戻るか。いや、やめよう。過ぎたことはもう帰ってこない。諦めよう。来年出る。来年します。どうしようか。はい。はい。なんだ。怖。クーゲル。お前と先仲良くしねえから。親お嬢さん。今日はここで食事か。光ってんな、じゃあ。いえ、なんか依頼がないかなって思ってきたんです。けどお腹も空いてきちゃったかも。ご飯も食べていこうかな。そうか、相席でよければ座るとき。なんでやねん、そこにいっぱい手ぶら空いてるわ。動くな。うわ、椅子を引いてもらっちゃった。いや、断るに断れない。気を使わせちゃって、もうすみません。クーゲーさんもゆっくりしたところなのに。気にする必要はないさ、当然のことだ。座った。ご飯は今日のおすすめにするとして、飲み物どうしよう、いっぱいありすぎて迷うな。苦手のものはあるかね。特にはないです。大体美味しく食べたり飲んだりできるから。何かい？どうか。ではすまんか。こちらの料理と、それに合う飲み物を頼む。はい。ぴったりのものをお持ちしますよ。いねえんだよな、フレア。この絵面に。この絵にいねえんだよ。あ、なるほど。そうやって頼めばよかったのか。そんなことを、なんか、これに合う飲み物を頼むなんて俺言ったことねえわ。大体ビールみたいな。では失礼するよ。ゆっくりしていくといい。なんだ、イケメンかよ。ああ、びっくりしたな。なんだよ、目を白くさせて。そんなに驚くようなことがあった。誰だ、おめえ。おめえか！だって、まるでお嬢様かお姫様にでもなったような扱いだったもの。だもの。椅子を引いてもらったのなんて、子供の頃以来、初めてか。はは、そんなこと驚いてるのか。
風景の団地じゃできて当然だよ。王室基地ってのはマナーの試験もあるんだ。宮中の礼儀さんもバッチリだろうさ。であれ、クーゲさんは王室騎士じゃないんじゃなかった？譲ったんだよ、資格は。誰だよ、お前。お前に？お前か？え、それってどういうこと？はは、話変えてきたお前だった。ディオ、それ以上は言えんな。当人が言わないのに俺の口からなんて話せるが大体言ったじゃねえかよ。なら中途半端で言うな。最後まで隠し通せ。そうか、そうですよね。でも譲ったってどういうことなんだ？エンベルクじゃねえの、名前忘れたわ。まあ、後進に譲ったみたいなやつなのかな。おお、今のところフラウル、それならいっぱいあるし。よしよし。フォートフラムは無理でしょう。それならあんたの力なら大丈夫だ。どうする？奥に、あ、今レベルアップしたか。アカデミーは、あ、今ねえな。あら、どうしよう。金あるな。買ってこう。そろそろ。健康大好き。これでいい。そう、私健康大好き。以前も買えるけど、ちょっとこれからの消費が気になるな。どうしようかな。ありがとう。OK。そしたら一回買えるか。なんだ、ああ、そうか。健康大好き。アルテナの傷薬、いいね。栄養剤、シャリオチーズ、ガッシュの木炭。俺はベッドに寝んな。はい、そんなわけで、ちょっとね、ミスって夏祭り過ぎちゃいましたけど、過ぎた後には何かいいことがあるということで、シクーゲルのイベントが何か進んだのが謎なんですけど、ではまた次、頑張りましょう。ウィーヤー。